なるべく引きながら手を返さずにボールを長く触りながら練習されてみてください。はい、今回ですね、ドリブルのつき方のまたアドバイスです。初級の方だとですね、まずはしっかりこういうバスケットのスタンスを作ってドリブルをその場で練習しましょうっていうのが、最初の段階だと思います。あのスラムダンクの桜木花道がコートの脇で最初にやってたようなあの練習のイメージですね。で、慣れてきたらですね、やっぱりバスケットはその場だけでつくより動きの中で1対1を仕掛けたりとか、ボールを動かしながらですねドリブルをつくシチュエーションっていうのが、とても多いので、慣れてきたらその場でつくだけじゃなくてですね、こういうふうに右から左とか、逆の手であれば左から右とかですね、つく場所を変えながらつくっていうのを意識してください。で、その時にこういうふうにボールを持ってしまってこうしていたら、これはちょっとダブルドリブルっていうルールに、反則になってしまいますので、こう引きながらですね、なるべく引きながら手を返さずにボールを長く触りながらですね、練習されてみてください。で、今のは右と左、左右でしたけど、例えばこういうふうに足を前に出して前後でもされるといいですね。前後、こういうふうに足も動かしたり、こういうふうに、場所を変えるドリブルですね。つくというよりはちょっと引く、ヨーヨーのようにちょっと引く、長く触って引く感じですね。ボールを掴んでるわけではないんですけど、ボールのこの跳ね返ってくる反動をうまく利用して別の場所でつく、こういったドリブルをですね、右手と左手、両方でですね、ぜひ練習されてみてください。そうすることで実践にですね、対応していけるドリブルスキルが、身につくと思います。